ギボ先生2。気を吹いてみよう実践編、今日は月ぬ会社八重山の民謡をやってみました。これまでデンサー節をやってきましたけども、その時にね、ポイントをいくつか話してきましたが、今日もおさらいということで、まず一つ目はキーをしっかり合わせる。で、その細かい、笛の個体差があるので、それをしっかり合わせていきましょう。練習の時にね、その人のキーなんかを聞きながら、合わせるといいでしょう。今日の月ぬ会社のキーは BF シャープ B ですね、3の2上げというチューニングになります。さあ、そして本調子のなくて、月ぬ会社という曲は、まあ、2上げという、これまで義母先生でやってきた真ん中の弦、中汁を1音上げるチューニングの曲なんですが、その時に、ちょっと注意するポイントがいくつかありますので、やってみましょうか。8、7という音の、演奏するときに、この7の音ですね、この穴を、半分開けるという奏法をしてきましたが、2上げで演奏する場合はそれが1個出てきます。7、そしてオクターブ下のゲローという音なんですけど、この音は非常にこう人によっても変わってきますし、人の歌い方によっても変わってきますし、そのこの指使い非常に難しいです。これもね、練習していく中で、その伴奏するときにその人と練習をしていく中で合わせていくんですけども、この8と7の音ですね、から4の音なんですけど、この半分開ける演奏の場所は一番難しくなりますけど、2上げでは出てきます。月ぬ会社では今日出てこなかったんですけど、2上げの曲では結構この7の音、そしてゲロの音がポイントになってきますので、ぜひこの音に注意して練習してみてください。まあ、あとは伴奏するにあたって、三振の方といろいろこうゆっくり弾くとか早く弾くとか、こういう風に吹いてほしいっていうリクエストがあったら吹いてみてください。そしてもう一つポイント、デンサー節では、三振のない三振だけの場所を三振のメロディー、そして、歌に入ると歌のメロディーを弾いてくださいという基本的な話をしてきましたが、月ぬ会社、今日の演奏では、イントロや間奏で三振とちょっと違うフレーズを、吹いてみました。そういった、まあ、なんていうんですかね、このメロディーと違ったフレーズなんかも、やっても大丈夫です。演奏の中でそういうメロディーがきちんとハマれば、その三振と違ったメロディーを吹いていても成立しますので、ぜひそれもやってみてください。慣れてきたらですね。
最初はそのメロディーを弾いて、まあ、後半にそういうちょっとアドリブで違ったメロを入れていくみたいなことも感想やその構想ではやっていいかと思いますので自由に吹いてみてください。はい、今日は、流的実践編荷上げをやってみました。繰り返しね、最初の動画を見ながらいろいろ練習してみて、自分なりの気持ちいい入れ方をね、入れてみてください。チャオ。